全然ダメじゃねえか。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで今回はなんだ、あのなんだっけアーザムークってやつと戦っていくんかな。今のは何なんだべ、一体何が起こってるべ。ねえ、なんか変なやつ現れたよね。私がブサイクだブサイクだと言っていたタイプのモンスターが、どんなやつだろうと親分の屋敷には入れないべ。ここを死守、それがオラの役目だべ。守ってるのか。アーザムークなんてやつファミリーで見たことねえべ。何者なんだべ。ファミリーではないと思う、きっと。でも何のために、希望とは何ぞや。ま、待ってくれ、あんたも見てたろ、俺たちはイエタスに騙されたんだ。ドンシルバーにもそう言ってくれよ、頼むよね。あんた何を言ってるんだ。東のやつは追い払ったと思ったのによ、黒幕がいたとは、なんてこった。どうなるんやろ。てかイエタスほんとかわいそう。わしらもすぐに後を追う。南東にある鉄の箱舟に行き、やつを止めてくれ。鉄の箱舟は東ポーラパークの入り口から南に行ったところにあるからな。頼んだぞ。やっぱり鉄よりも黒金って読んだ方がかっこいい気がする。アーザムーク、思い通りにはさせんぞ。アユナ、力を貸してくれ。アーザムーク、なんてふざけた名前だ。頑張っていこうじゃないか。ここもまだ睨みを聞かせよるか。イエタスが化けた。こりゃどういうこっちゃ。イエタスはお亡くなりになってたんだよ。おい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 、イエタスのやつめ、今さりありゃあないだろう。ドンシルバーまで引っかえちまって、こいつは合わせる顔がねえよ。まあね、みんな裏切ったということになるから。そして、何どこって、あっこか、行くべき場所。え、あれはどうやって行けばいいんだ。水の中か、水中ライドかね。かねえって言われても困るか。ちょっと待って、東側から行くんかな、もしかして。ちょっと待って。じゃあ、ルーラで、とりあえず、ポーラパーク東口に。ほい、東に来ました。東に来たのはいいんやけど、あっち側、普通に走っていける感じかな、これ。ちょっと向かうね。アイスゴーレムたち、私の存在に気づかないでね。気づかないでね。っていう勝手な。ここ?もしかして。なんかここ行けそう。てか行ける。うわぁ、なんかいっぱいいるよ、いっぱいいるよ。ん?ここは最初に来た場所か、もしかして。あ、落ちたー。落ちたー。ね、多分ここそうよね。ん?なんかあるよ。宝箱。ん?開けれない。あ、方向とかあるん?これちゃんと、もしかして。大地の力を10個手に入れた。なるほど。何がなるほどかはわからんけど。あ、ここを渡っていく?あ、渡っていくっぽいね。ああ。まあ、別に落ちたところで何にもないけど。あ、宝箱。最初に来たとこじゃなさそうやね。え、何?ミミック?マジかよ、人食い箱。やめてよ。私は宝物を取ろうとしただけなのに。まあ、だからやられるんだろうけど。スカウトしとこ。スカウトアタック。しょぼい。みんなしょぼい。さあどうだ、来い来い来い。ははですよね。スカウト失敗しますよね。あ、やめて、ザキとか。スカウト。さあ来い、今度こそ。うん、そんなに変わってない気がする。どうよ。4%。はい、スカウト失敗。これは、無駄に体力が削られているのではないだろうか。はぁ、お亡くなりに。やめてー。ちょ、待って。普通に戦おうか。はいはい。お、ザオラル、ありがとう。ありがとう。ホイミスライム。やめて。そこには効かないよ。さあ、そろそろスカウトしても大丈夫じゃない？さあ、スカウトアタック。あ、さっきより 0.1 増えた。0.1。お、いいんじゃない?いいんじゃない ?8.1。さあ、来い。あー、スカウト失敗。
やべえ、強いぞ。あとどれぐらいよ、体力。エホイミー。シビレコ補正が切れた。うおーおー、やばいよ、やばいよ。出川じゃないけど、やばいよ。あ、やっつけた。やっつけたわ。お、小さなメダルを手に入れた。やったね。キングに届けなければ。ほい。そして、こっちか。え、こっち？どこよ？ここ？ここ。ジャバジャバジャバーっと行って。はい。おー、なんか来た、なんか来た。ディープバイター。なるほど。逃げまーす。アイナたちは逃げ出した。なに、ここ？あ、宝箱あるじゃん。学習しないやつ。またミミックやったりとかせんよね。ほい。銀の鉱石を3個手に入れた。イエーイ。あ、あっこやん、入り口。なるほど。はいはいはい。あ、ここにルーラポイント。ルーラポイントを起動します。ルーラの行き先に、頭骨の表現、鉄の箱舟が追加された。オッケー。じゃあ入っていこう。これは、一応あのびっくりマークのとこに向かえばよろしいのかな？上層。スライムつむりとかいるけど。おお、なんだなんだ。つららスライム。つららスライムとマリンスライム。かわいい。けど多分、スカウトできなさそうだな。何あれ、守備力？さあ、スカウトアタック。全然ダメじゃねえか。あ、でもさっきのミミックよりは全然大丈夫。ほい。スカウト失敗。待って待って待って。ホイミスライムが。ホイミスライムが。待ってね。道具で、何かしら、怪しい薬ってなんだ？腐った肉。全然ないじゃん。全然ないじゃん。ね。普通に肉ないんだけど。お、前回より大丈夫だぞ。コイミスライムいなくなったのに。お、スカウト成功、やった。つららスライム。やったね、かわいい。攻撃力112、結構あるな。かわいいくせに、結構あるな。よし、オッケー。ちょっと、体力満タンにしとこうか。満タン。はい、メンバーの HP が回復した。オッケー。ここ？こちら側からでは、扉のロックを解除することはできないようだ。あっちからぐるっと回れって。どう回るの？とりあえず、清めの水を手に入れた。あ、ここ。沈んでいく感じか。なるほど。はい。おー、すごい。怖っ。暗っ。すげえな、なんか。これは一体。66ゴールド手に入れた。ふかーって浮かべが、浮かべ。浮かんだら、浮かんだら普通に天井なんすけど。こっちか。こっちかって戻ってきたな。普通に戻ってきたな。ってことはどこへ行けばいいんだ？こっち？こっちか？よし、ちょっと。キャラクターを。いろいろと。どう？いける？こっちは。どこに向かうのかが全然わからない。とりあえずなんか落とし物が。大地の力を手に入れた。この辺。何もないっすよ。あ、この辺でも、こっから、こっちも別に何もないのか。何もない。行く場所はどこだ？じゃあまたぷかーっと浮かんできて。キラーパンサーで、こっちかな。おー、なんだなんだ。マリンスライムか。マリンスライムだ。お、ブリザードもおる。ちょ、マリンスライム、スカウトしまーす。スカウトアタック。ゼロ。まさかのゼロ。あ、これはいけるぞ、結構。ほらほらほら、どうよ。スカウト成功。イェイ。マリンスライム。オッケー。かわいい。満足、満足。攻撃力68。つららスライムと見た目は似とるのに全然違うんやね。あ、宝箱。大きな貝殻を手に入れた。何に使うんやろうね。あ、こっちも水や。
おーし、行こう。は。そこに。なんかこう、この場所の雰囲気にさ、なんかあるよ。なんかソファーとかあるよ。なんやこいつら、逃げる。ここも上は別に何もない。沈んでいっても、下は別に何もないってことなんかな。もしや。てか妖怪湯の雰囲気が超合うんだけど、この場所に。やばいよね。お。スララスライムやっつけてしまえ。2匹しかいないからね。あ、でも攻撃力高いんやったっけ、こいつら。守備力はどんなもん？守備力も高いんかな？あ、でもそう、ん？あ、そっか、攻撃力か。そうでもないかな。やっつけれる、やっつけれる。いけいけい。よっしゃー、1匹。はい、もう1匹。いいね、いいね。みんなのコンボが炸裂。かっこいいよ。ホイミスライムがもうちょっとでレベル上がる。よし、そして、どこだよ。マジどこだよ。こっちとこっちは行ったんよね、さっき。あれ？ということは？陸地で行ける場所は？おぉ、びっくりした。飛びかかってきた。すごいね。勇者だね。キラーパンサーに飛びかかってくるマリンスライム。かっこいいわ。さあ、やってしまえい。なになになに？怖いよ、怖いよ。なんかすごい攻撃されたけど。あの技いいね。なんか敵の技を見て、あ、これいいなって思う。デビルバーン。だがしかし弱い。どうし、あと一匹。スララスライムだけ。いけい。ここもみんなのコンボがあれば。カブト割り。なんかホイミスライムはさ、みんなの前にバッて出てきて、すごいかっこよさげに、キラーンって感じでね。で、ホイミだの、ホイミだのしてくれるけど。お、レベルアップ。次はプリーストナイトやね。こっちの方。ここがいけんかったとこなんやろ？あ、あっち。どこだ？こっちか。こっち側にもなんか細い道がある。じゃ、ここに、ちょっと、妖怪魚で進んでいってみようか。お、ここは、ここはなんか行ける場所があるね、向こう側。ちゃんとなんかどこかしらに出れるらしい。なんか怖いよ、なんか怖いよ。亀？違う。竜？ドラゴン？その辺。こっちじゃないな。何かにピコンって言われた。マリンスライムかな。でもあの子たちは浮いてこないみたいだから。おお、なんだなんだ、当たったの今の。当たった感なかったけど。ガメゴン。スカウトしてみよう。お、マス二つ分使うのか。はぁ、全然ダメだこいつ。やべえやべえ。1.4 で声奇跡。あー、スカウト失敗。ですよねー。ですよねー。いや、でもそんなに強くないな。戦え、戦え。いけいけー。ほら、なんかみんな超弱いんだけど。あ、でも守備力高いな。攻撃力低いけど守備力も高い。やばい。やっつけるの時間かかるかな。2倍速だけど。マリンスライム弱。あれ？さっきまでもっと強くなかった？ね、え、なに？陸地の方が強いの？水の中の方が、ちゃんと何？あなたに会った場所だと思うのだけど、力発揮できないの。あ、でも守備力マリンスライムの方が高いんか。よし、いい感じ、いい感じ。あ、待って、浮く浮く。めっちゃ浮く。小さな貝殻を手に入れた。さっき宝箱の中にあったやつは大きな貝殻やったよね。何に使うんやろ？アクセサリーかな？ぽいよね。よし、たどり着いた。中に入れた。中に入れた。ギガンテスいるんですけど。操作パネルがある扉のロックを解除しますか？ほい。これで自由に行き来ができるようになった。なんか超ブリザードいるから。怖いよー、怖いよー。こっちは？
こちら側からでは扉のロックを解除することはできないようだ。あ、今度はこっちがいけない。おお、誰誰レッドプリン。あ、レッドプリン、かわいい顔が。この子はちゃんと色違いとかじゃなくって顔が違うんやね。なんかホイップゴーストとかその辺のやつ、こんな顔じゃなかったことない。魔人ブーみたい。いやー、怒られた、ごめんね。魔人ブーみたいとか言ったから。え、え、いや、強いって強いって強いって、何あいつ、怖っ。助けて助けて、バカにしません。ごめんごめん、ごめんってごめんって。剣の舞とかやめて。逃げます。アイルたちは逃げ出した。やべえ、何よその強さ。ちょっと満タンにしとくね。はい、満タン。オッケー。じゃあ、ここで。はい。行きまーす。さあ、どうだ、どこに行く？あ、ここも行けるね。進める、進める。あいつは逃げてく。ん、あれはなんだ？マーマンか？なんか、ぽい感じやったよね。なんやろ、妖怪魚の見た目が怖いんかな？なぜ逃げてゆく？レベル的な問題？でも多分レベル的にはここのモンスターみんな同じような感じやと思うんやけどな。よし、あ、こっち側に出てきた、出てきた。へぇー。気のせいです。あの、よし。いや、くんなし。くんなし。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。